どうも、トメンテニスチャンネルのトメンです。 MJ です。はい、今回はなかなか面白い企画を準備しました、はい、ちょっとこれやってみたかったですけど、ね、そうですね、はい、しかもこれ僕たち全くミーティングもしていないのに、はい、2人とも同じことを編んだってなってね。そうですね、そう、はい、これまた面白いのが、はい、僕が両手バックを MJ に習ってみたですね、はい、今回両手バック僕でイメージ全くないっすわ。なんか一回ちょっとチャレンジしたんですけど、悲惨すぎてやめたんですよ。でもジュニアの時あれでしょ、両手ないでしょ。そうなんですよ、僕は中1以下なんかその辺からテニス始めたんですけど、両手バックから始まりまして、で片手バック2回になって、でまた両手バックになって、でまた片手バックになって、このまま維持みたいな形なんですよ。相当両手バックできなかったのかなと思いながら、まあでもやっぱボールへの入り方がちゃうんで、うん、全然ちゃうよ。どうなるんですかね。いやー、これはなかなか僕自身も楽しみですね。だって片手って割とスピンかけるけど、両手ってそんなスピンかけずフラット系じゃないですか。うんうんうん、うん。そこら辺ちょっと。あー、なるほどね。どうなるか。力の伝えるタイミングとか、ね、スイングスピードが違うやんか。はい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 、片手ってどっちかというとこう、バーンっていうイメージだけど、ね、両手ってグーっていう。確かに確かに。ちょっと押すようなイメージですもんね。すいません。できる気しません。イメージないっす。今日はいろいろ MJ に質問をしたいと。ああ、そうですね。はい。片手バックはこうなんやけど、両手バックってちゃうのみたいな。あ、なるほど。はい。いつもお客さんがこう、聞けないような。はいはいはい、はい。これってこうなんみたいな。を、ちょっと MJ に直接聞いていきたいかなと思いますので、はい。はい、ぜひご覧ください。はい、じゃあ、ともやん。両手バックをやりたいと思います。はい、よろしくお願いします。あ、これいいんじゃないですか。お、いつもね、MJ の見てますから。はい。MJ 一緒じゃないですかこれ。あ、一人これ。出した。なるほど。こんな感じですね。はいはい。これじゃあ質問タイム入っていきましょうかね。はい、もう一番よくわからへんのが、片手バック、ちょっと上向きなんですよ。うん、そうっすね。聞いたとき。そうっすね。これ、こうなっちゃうんですよ。なってますね。あ、やっぱり。なってますね。自分でもわかる。はい。なってますね。これ、どうしたらいい？こうやっぱ入っちゃう。入っちゃう、入っちゃう。入っちゃうというか、別にいいんすけど、こう入るのはいいんすけど、うん、このまま、まっすぐ出てきたらいいんすけど、片手ってこっから、こうというよりは、うん、ちょっとこういうイメージじゃないですか。その通り。こういうイメージなんで、多分、両手も、こういう、下から、ボールをちょっとこう、まあ、撫でるというか、うんうんうん、撫でるような、転がすようなイメージで入ってるんで、うん、ボールがネットするんですよ。なるほど。もっとこう、ボールの高さに来たらラケット出す。ああ、なるほどね。まっすぐ当てる。なるほど、なるほど。ボールの後ろから、だからそのボールの背として、ボールの後ろにラケットセット、うん、ラケットヘッドダウンしてきたら、うん、そこからもう体回す。あ、で、ラケットをまっすぐ出す。あ、ちょっと、ふい。はい。あ、どうぞ。おぉ！そうそうそう。え、これがガチで。そういうことです。おぉ！あとさ、今のは前すぎっす。あ、打点が。打点は、片手が絶対に後ろなんで。あ、そうや、ね。片手めちゃめちゃ前で。そうや、そうや、そうや。それやったら絶対ネットします。そこで取ってます。はい。はい、そこで取ってます。ダメです。そこで取ってます。ちょっと、ここで引きつける気味で。そう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 。そう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 。おお。おお、まあ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 。あ、でも、さっきよりそう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 、ちょっと弾道も、ちょっとネットはしないですよ。そうですね。下に行くのなくなりました、ね。はい、なくなりました、はいはいはい。今気をつけたのは、まあ、ボールの高さ、まあ、引く。まあ、引くというか、ボールの後ろから出てくるイメージと、はい、打点っす。打点っすね。片手と両手。全然ちゃいますもん。はい。はい、めっちゃくちゃ振り遅れてる気分。大丈夫みたいな。あ、なるほど。ここにあるの大丈夫ぐらい、来てますね。そうですね。でも、打ったら、あれそう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 、いいの言ってるみたいな感じですね。確かに。これ大きな違いですね、うん、やっぱり両手と片手。うん、このグリップは大丈夫ですか。え、コンチネンタルですよね。コンチで、これはこれぐらいにしてる。
もうそうです。もう単純にこうまっすぐ。こう、こっちの、はい。僕はね、剣道してみたいな感じです。はいはい、単純に。したことないですけどね。変にこう、巻くとか、薄いとか、まあしてないです。もうまっすぐ、横から持ってる。なるほど。はい、なるほど。そのまま、まあできるだけ、あんまりこう、面開かずに、あ、なるほど。キープした状態でラケット引くイメージですね。あ、ここで手首を、こうした感じ。そうしないです。僕はね、こうしちゃうと、打点近なるんで。あ、なるほど。この状態を、ちょっとキープしたまま、ちょっとラケット立てながら、こういうんです。あ、なるほど。で、ここからヘッドダウンして、インパクト、スイング。だから、多分自分の中では、めちゃめちゃ相手にラケット見せてるようなイメージです。なるほどね。結構キープしてるようなイメージです。なるほど。その方がまっすぐ、振り遅れもなくなってきます。へぇテニスレッスン受けるの初めてなんですよ、人生で。そらそうっすね。なんかちょっと、いいっすね。あ、ほんま子供の時以来じゃないですか。子供の頃でもさ、お前らやってけーみたいな感じやん。そうっすね。あんまりこう、なんか両手ばっかこうでとか教えてもらうことないから。確かに。なんでできへんねーって思われそう。こういう気分だよね、お客さん。そうそうそう。ちょっと新しい発見やこれ、はい。こうして。そうそうそう。でもこうして。で、相手ちょっとラケットの面を見せるように引いたら、フラットに当てやすいですね。しかも今ちょっと打点を気をつけてやろう。そう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 。打点はそうです、前の足の延長ぐらいですかね、この辺。はい、この辺。そうですね。でも今はちょっと前やったんで、ネットさん、そうっす。ここか。もう上げてたね。グッと溜めて回転。あ、OKOK。 でも押しは溜めてって回転。あ、そう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 。溜めて回転。あ、はい、間違えた。打点がむずいわ。片手バックの打点で、片手のテンポでこういってるんで、多分こういう風になってるんですね。ああ、なるほど。もうワンテンポ回ってインパクトしていった方がいいかもしれないです。なるほど。もうワンテンポ、待つね、我慢しましょう。オッケー。そう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 。めっちゃ飛ぶ次。そしたらよう飛ぶんですよ。あ、めっちゃ飛ぶ。あ、めっちゃ飛ぶ。気持ちネットスレスレを狙うようなイメージでいいと思う。まだ前進ですよ。させて。お、そう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 。あ、まあ、あとはまあストレートかクロスかに対してしっかり面をキープしたまま持っていく。はいはいはい。おお。そうそうそう。ボールを押すイメージ、左手で押すイメージですね。これちょっと僕、はい、あ、ちょっとこれ MJ じゃないですか。お、どうしよう。お、でもストレートの方がイメージが、うん、ボールを押すイメージしやすいですね。これだからストレートから練習した方が。そうっすね。ああ、違う。あ、違う。あ、もう面がすいません、めっちゃ力んでます。緊張して。なんだなんだ、やっぱ面ちょっとこう開いてますよね。開いて打点が前にやってる。まあでもミスしてるとき大体面開いてるか打点が前になりすぎてるかなんで。ああ、こうだったのか。確かに時計痛い。ここ時計バックにない悩み。なるほど。これ痛い。ここの、なるほどね。突起が。これだからこうやって引いてるんやろ。デカめの時計ダメっすね。ダメっすね、これ。両手バックの人。なるほどね。あ、こう。あ、ちょっとお願いします。あれ。お。あれ、俺なんかちょっと。違いますね。どこを何を意識したんですか。いや、ターンをしっかりここまで。ああ、そうそうそうですね。しないとやっぱ待てないって気づいたんで。はい、僕両手バックハンドスリーポイントレッスンの動画でも言ったんですけど、うん、今こうグッて片手も多分一緒なんで、グッてこう溜めてもらった時にこういう風に肩のラインがこう斜め向いてるんですよ、うん、こういう風に、うん、ここから体を胸張りながら起こしていくイメージ。ためが作りやすいですよね。MJ この右肩がめっちゃ下がるんですよ。そうこうやってめちゃくちゃ、それが綺麗にこう立ち上がりますよね。はい、そうこうやってこのイメージはちょっとなんか持っててもらいたいですね。こういう平行じゃなくてナイスショット。そこであれ。でもなんかこういう本当イメージがぐーっと体をこう、おお、そう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 、その持ち上げ方いいっすよ。あ、
その持ち上げ方いいっすよね。そうそうそう。おそう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 。でスピンもかけやすいっす。あ、皆さんこれできましたわ。多分3つ絶対入れます。はい。うい。2、3。まあまあでも、まあ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 、最初に比べたら、はい、ちょっとこう短時間ですけど、当たり方とリズムが分かってきますね。そうですね。ちょっと片手ばっか下手になってんやろな。リズムが。あ、でも分かってきました。なんかそうそうそう、何回かこうずっと同じことをこうやるとリズム掴んでくると思うんですよ。そうですね。うん。まあでも一個ずつ意識した方がいいですよね。あ、そうですね。そうですね。全部はやっぱ。確かに僕らでも難しい、ね、難しい難しい難しい両手バックなかなか難しいな。そうですね。でもなんかこう MJ の見てるから打つリズムとか足の入るリズムをちょっとこうイメージしてテンポで合わせてったところですかね。こう、ね、あ、こういうリズムやなっていう。テニスリズム大事じゃないですか、うん、打ち方も大事やけど、だから誰かのイメージするって結構大事ちゃいます、うんうんうん、プロでプロの真似するとかも大事ちゃいます、ね、結構、うん、真似するが一番上手くなるって言われてるんでね、うん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 、だからなんかリズムも結構大事です。でも一番僕これやって大事だなと思ったのはボールとの距離ですかね。ああ、この自分的にはやっぱ片手バック前だから、さっき MJ がやってたみたいに前だからちょっと後ろ気味にした方がいいっていうのは一番気をつけた方がいいかな。両手バックの人、あのネット多いんだったら僕的には打点が回りすぎるんじゃないかなと思いますね。そうですね、うん、やっぱ遅れた時はやっぱり上飛んでってたんで、うんうん、だから前すぎるとネットしますね。どうしても体がターンできてなかったら前になりますよね。そうですね。ですよね、はい、ターンしっかりしてもらって自分の最適な打点も探すんですよ。そうですね。しっかりため作っておかないとパワーも出ないし、はいはい、はいはいはい、そうですね。なるほど、はい、完璧です。両手バック、はい、はい、じゃああと5個ぐらい打って終わりましょうか。はい、すごいっすね。うん、もう当たりがあれ、あ、打点が、打点が、違うんですよ、褒めたらあかんタイプ。なるほど。やっぱりあともう一つ、はい、打点前になってる時って大きく足前に踏み込んでるんですよ、はい、片手ってこうやって踏み込むじゃないですか、はい、そうです。両手ってこうやって踏み込むんで。言ってましたね、バックハンドよ。そう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 、スリーポイントレッスン。こっちの足が大事なんですよ。そうでした。あと一歩使わないと大きく踏み込んじゃうと打点前になりやすいんですよ。なるほど、今の分かりやすい。あと一歩使います。分かりやすい、はい、さささっと。そう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 、そういうことっす、そういうことっす、そういうことっす。あ、いやいやいや、ちょっと分かった。そういうことっす。これで倒したろ。ターンはちょっと顔残して。お、顔残って、はい、あ、オッケーオッケー。あ、でも左足を近づけて前のイメージ。お、そうですね。クロスとかいった。あ、クロスは、クロスはもっと長く。あ、長く、はい、もっとフラットに。よいしょ。そうですね、距離長いんで。よいしょ。そうですね、しっかり体を回す。それと打ち分けて、はい、すごい、打ち分けて。あと2個、なんでラスト、ダメで。ラストストレート得意の、ラストあと1個です。得意のストレート決めて終わろう。おお、まあでもイメージはつかめましたよね。つかめました、はい、この左足結構重要ですね。そう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 、まあ、まあちょっともっと言う、早言うてるな、この左足。ずっとかっこしてない。左足近づけて打点を気をつけてもらうと、だ、前になりすぎないようになってもらうと、僕この2点が今日は MJ から学んだことかなと、うん、ただお客さん分かりますわ、めっちゃ疲れる。そうですね、意識しながらやるのしんどいですもんね。あの、なんでそんなにハイハイ言うてんすかとか言うてるけど、これしんどいです、めっちゃ気持ち分かります。これ大事ですね。はい、はい、これじゃあ MJ にもまた片手やりたいですね。あ、片手バック僕得意ですよ。おもんな。僕結構ひどいですからね、両手バック。まあ、また、はい、僕もお願いします。あればね、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、うん、楽しかったです。はい、はい、じゃあまた何か、はい、やってみましょう。はい、ありがとうございます。